東京ドームです。読売ジャイアンツ対阪神タイガース、この一戦をお送りいたします。ジャイアンツの先発はエースの菅野、対するタイガースの先発は右の藤浪、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。右の菅野、マウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。まずは1回の表、先頭バッターは近本。第9球投げました。初球フォークボール、空振り。第2球投げました。低め外角ストライク、変化球にキレがあります。第3球を投げました。152キロ直球、空振り三振。近本、全くタイミングが合いません。第9球投げました。完全に外れた、ボール。第2球投げた、ストライク、タイミング合いません。第3球を投げた、打った、坂本ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。第9球1球目ストレート空振り、いきなり150キロ。第2球投げた、スライダー、ボール。第3球を投げた、打った。第4球を投げた、アウトコース高め、はい、見逃し三振。菅野、今日は上々の立ち上がりです。右の藤浪、マウンドに上がりました。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは梶谷。第9球ツーシーマーストライク、タイガース、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投球これから2球目、ボール。投球は3球目、投げました、これはバットの根元、ライトへの打球、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番坂本。第9球投げました、初球打った、打球はセカンドの左、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは3番丸。第9球投げました、ボール。まずは内角低め。第2球投げました、外角高め、空振り。第3球はカットボールは、ボール、インハイへ。第4球を投げました、外角高め、ストレートは外れて、ボール。さあ、5球は5球目、投げた、丸、選んでフォアボール。バッターは4番岡本。第9球見送ってストライク、まずは見送りました。初球ストライクからランナー失格、投球ストライク、キャッチャーにタッチはアウト、盗塁失敗。先ほどのプレーです。藤浪、今日はまずまずの立ち上がりです。2回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは大山。第9球直球ストライク、いきなり150キロ。1球目ストライクから第2球投げた、ボール。第3球を投げた、引っ張った、レフト前ヒット。大山、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9球投げた、アウトロー際どい球、ボール。第2球投げた、低めいっぱい、ストライク。第3球を投げました、ストライク、少し迷ったか。
投球これから4球目ボール。さあ投球は5球目、内角低めいっぱい、見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった。第2球投げました、危ない球投げました、見送ってストライク、キレのある変化球。投球これから4球目ボール。次は5球目ボール。第6球を投げました、あっと、いったー、入った入った、ホームラン、先制ツーランホームラン、白球は無情にもライトスタンドへ、変化球を完璧に捉えられました。素晴らしい一発をベンチも祝福。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。バッターは7番梅野。梅野背番号2。第9変化球はアウトローへボール。投球これから2球目2球目ストライク。第3球3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んでから投げました、打ちました、いい当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。梅野ナイスバッティングです。バッターは8番木南。背番号0。第9投げた、初球から打ってった、破った、ボールは中継、木南いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第9初球送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、吉川取ってアウト、送りバントが決まりました。ジャイアンツなおもピンチが続きます。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、直球見送ってストライク。さあ4球目打ちました、セカンドゴロ正面、アウト、スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって2対0、ジャイアンツ先制点を奪われています。2回の裏2点を追いかけます、ジャイアンツの攻撃。この回のトップバッターは岡本。第9初球打って出た、ライナー破った、ライト前ヒット、クリーンヒットです。岡本ナイスバッティングです。バッターは5番エリック、投げた、決まってストライク、変化球にキレがあります。投球これから2球目ストレートはボール。第3球を投げた、打ちました、ファール。次は4球目投げました、打ったい当たりだ、ボールはライナーでライトへ、取りました、ランナー1塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。投げました、ボール。第2球投げました、危ない球、投げました、打った。第4球は打ちました、梅野余裕があります。ファールグラウンド、ボールをつかみました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9投げました、アウトロー、カットボール外れてボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、ストレートによってストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げた、打ちました、サンズ下がっていった、ファール。第5球投げた、ボール、インコース高め。第6球を投げた、打ちました、ファールボール。一塁へ牽制球を送ります。さあ7球目打った、痛烈な当たり、ライト前クリーンヒット、打球が転がっている、岡本3塁を狙う、岡本3塁です、と大城いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げています。第9投げました、打ちました、初球打ち取って、これで3アウトチェンジ。さあリプレイです。
ジャイアンツ結局ランナー2人残塁。2回の裏が終わりまして2対0です。タイガース、この回は2番からの好打順。先頭バッターは糸原。最初のバッターボックスはショートライナーに倒れています。第2球投げました。落ちる球、空振り。第3球は打ちました。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは3番ローズ。第9球ボール。第2球打った。ショートバウンド、ボールを掴んだ。坂本、軽快な守備を見せました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは4番大山。第9球決まってストライク。タイミング合いません。第2球ボール。第3球を投げました。直球、空振り。第4球を投げました。打ちました。ライトへ行った。これはヒットになります。大山、ナイスバッティングです。バッターは5番サンズ。投げました。ここも前通過。第2球投げた。2球で空振り。タイミング合いません。第3球ストレート、空振り。第4球を投げた。アウトコース低め、フォークは外れてボール。次は5球目、打った、ファール。第6球を投げた。打った、流し打ち、切れていきます、ファール。投げた、打ちました。あっと引っ掛けた。坂本、バックしていった、取りました。これで3アウト。タイガースファーストランナー残塁。3回の表が終わって2対0です。ジャイアンツ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー菅野。第9球投げた。ストレート見送ってストライク。いきなり157キロ。第2球投げました。流し打ち、どうだ。サンズ交代、ファールボール。投げました、空振り三振。菅野、いいようにやられてしまいました。バッターはトップに帰って梶谷。第1打席はライトフライに倒れています。第2球投げました、完全に外れた、ボール。投球は3球目、投げました、打ちました、いい当たり、あっと抜けた。梶谷、いいバッティングを見せました。右バッターボックスは2番坂本。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。一塁牽制、一塁タッチセーフ。第2球投げました、見送ってストライク。バッター追い込まれました。投球は3球目、投げた、打ちました、ピッチャー前方のフライになりました。マウンド前方、掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9球投げた、インサイド見送ってストライク。いきなり159キロ。第2球投げた、外角低め、直球は外れてボール。第3球を投げた、カットボール決まってストライク。バッター追い込まれました。追い込んで投げた、危ない球。第5球投げました、打った、セカンド左への打球。糸原、ボールを掴んだ、ボールはファーストへ、アウト。スリーアウト、チェンジ。一塁ランナー梶谷、残塁に終わりました。序盤終了しまして2対0です。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは佐藤。投げました、ボール。まずは佐藤。さあ次の投球、投げました、ストライク。第3球を投げました、アウトロー際どい球、ボール。第4球を投げました、4球目、空振り。第5球投げた、打ちました、三遊間のゴロ。岡本取った、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。
バッターは7番梅野、今日2度目のバッターボックス。投げた、打った、初球打ち、センターの右にボールが上がっている、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番木南、第1球。投げた、初球外れてボール。投球これから2球目。ボール、外角高め。第3球を投げた、スローカーブ、見送ってストライク。さあ4球目、打ちました。さあ5球目、外れた、ボール。第6球を投げた、流し打ち、ファールボール。第7球を投げました、打った、一、二塁間のゴロ、ファースト強襲、セカンドバックアップ、一塁はセーフ。バッターはピッチャー藤浪、打った流し打ち、一、二塁間ライダー破っていった、木浪一気に三塁へ、木浪三塁です、と藤浪ナイスバッティングです。ピンチを広げています。投げました、ストライク。第3球打ちました、坂本下がっていった、ヒット、タイガース1点入りました、3対0。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ツーアウトランナー1塁2塁となりまして、糸原、今日はショートライナーとショートフライ、ストレートはボール。第2球投げました、打ちました、二塁牽制、二塁タッチはセーフ。投げました、ストレートはボール。さあ4球目、変化球ストライク、インローへ、少し迷ったか。第5球投げました、ボール。次は6球目、ランナー一斉にスタート、変化球見送ってフォアボール、これで満塁です。第1球投げた、初球空振り。第2球投げた、打ちました、ショート左への打球、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって3対0タイガースリードを3点としています。4回の裏、3点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、トップバッターは岡本、投げた、初球を打ちました、糸原ボールを取る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボクサー5番エリック、第1打席はライトフライに倒れています。第2球投げた、まっすぐ見送ってストライク。第3球を投げた、ボール。次は4球目、投げました、打った、切れていきます、ファール。第5球投げました、打ったいい当たりだ、センター前ヒット、クリーンヒットです。エリック、いいバッティングを見せました。これで2打数の1安打、アウトコース高めいっぱい、ストライク、いきなり159キロ。第2球危ない球、一塁へ1つ牽制球を送りました。第3球を投げました、アウトコース高め、ボール。第4球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、ジャスティン、ナイスバッティングです。さあチャンスを広げました、投げました、決まった、ストライク、いきなり154キロ。初球空振りから、第2球インハイへ、変化球、ボール。第3球を投げた、3球目、ストライク。第4球を投げた、打ちました、サードゴロ、ゲッツーになるか、サードから一塁送球、アウト、ジャイアンツなおもチャンスが続いています。投げた、初球打った、ライト線、ぐーっと打球が上がってきますが、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。
ジャイアンツランナー二塁三塁残塁、4回までが終了しまして3対0です。5回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは大山。第9投げた、内角低め見送ってストライク。さあ次の投球、投げたストライク。投球は3球目、投げました、打ちました、当たり、そこでのセカンドゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番サンズ。今日は三振とショートフライ。初球スライダー空振り、キレのある変化球。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、低めストライク。次は4球目、投げました、ストレートはボール、インローへ。投球これから5球目、ボール。第6球は打った、ファール。第7球を投げました、打った、痛烈な当たり、センター掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは6番佐藤。今日2打点を挙げています。外角高め外れてボール。第2球ボール、内角へ。投げた、外角高め際どい球、ボール。投げた、きた、いった、一直線、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン。佐藤、今日これが2本目のホームラン。スリーボールから打って出ました、4対2。タイガースリードを4点に広げます。さあチームメイトからも祝福を受けます。先ほどのプレーです。バッターは7番梅野。これが3度目のバッターボックス。ボール。第2球投げた、スライダー見送ってストライク。投げた、ボール。投げた、打ちました、右中間へのフライですが掴んで、これで3アウトになります。5回の表が終わって4対0、菅野この回さらに1点を失いました。代打は中島。第9投げました、見送ってボール。投球これから2球目、空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、決まってストライク。バッター追い込まれました。第4球はスプリットはボール、インコース低め。第5球投げました、外角高めいっぱい、見逃し三振。第9投げました、アウトロー、外れてボール。第2球投げました、ボール。投球はこれから3球目、ストライク、タイミング合いません。第4球を投げた、打ちました、いい当たり、左中間へ上がった、センター掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番坂本。今日はセカンドゴロとピッチャーフライ。投げた、ストレートはボール。第2球外れた、ボール。第3球を投げた、ストライク。第4球を投げた、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第5球
投げた、打ちました、次は6球目、投げました、アウトコース高めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。菅野降板、マウンドに上がったのは櫻井。今日2人目のピッチャーとして登板です。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球投げました、初球縦のカーブは空振り。第2球投げました、見送ってストライク。追い込んでから第3球を外側いっぱい、見逃し三振。第9球投げました、見送ってボール。さあ次の投球、外側決まってストライク。第3球ボール外角へ。第4球を投げました、危ない球。第5球投げた、これは外れてフォアボール。打順は1番に帰って近本、今日はここまで3打数1安打1三振。初球はチェンジアップ空振り、少し迷ったか。第2球投げた、膝元、縦のカーブ外れてボール。投げた、流し打ち、どうだ、ファールボール。投球これから4球目、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。バッターは2番糸原、第9球決まった、ストライク。第2球投げた、打ちました、取ってこれで3アウトチェンジ。タイガースファーストランナー残塁、6回の表が終わって4対0です。ジャイアンツこの回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは丸、今日はフォアボールとセカンドゴロ。投げた、ボール。第2球投げました、変化球ストライク、低め。第3球を投げました、インコース高め、ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました、打ちました、セカンドの左、糸原掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番岡本、今日3打席目。第9球投げました、内角高め、ツーシームは外れてボール。さあ次の投球投げました、ストライク。第3球は打った、センターへの打球、センター近本掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番エリック、これが3度目のバッターボックス。第2球投げた、流し打ち、ファール。第3球を投げた、危ない球。第4球はボール。第5球投げた、打った、ファール。第6球を投げた、打ちました、当たり損ない。木南ボールを掴んだ、ショートから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。ジャイアンツクリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。中盤まで終了しまして4対0です。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターはローズ、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第2球投げた、決まってストライク。第3球を投げました、打った、ハードグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番大山、これが4度目のバッターボックス。第9球見送ってストライク、初球ストライクから。第2球決まってストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、外角低めいっぱい、見逃し三振、櫻井ナイスピッチング。初球空振り。さあ次の投球、アウトコース低め、外れてボール。第3球を投げました、打ちました、大城落下点に入った、取りました、これで3アウト。櫻井見事タイガース打線を抑え切りました。7回の表が終わって4対0です。7回の裏、ジャイアンツラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッターはジャスティン。
球目空振りから投げました。カットボールはボール。第3球を投げました。3球目ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた。低め空振り三振。左バッターボックスは大城。第1球投げた。ボール。まずはアウトコース高め。第2球投げた。直球ストライク。外角高め。第3球を投げた。低め際どい。ボール。第4球を投げた。打ちました。ヒナバックしていった。センター前ヒット。あっと速球高い。あっと悪速球。打ったバッターは2塁へ向かった。バッターランナー2塁でストップ。大城いいバッティングを見せました。これで今日は3打数の2安打。チャンスをものにできるか。第1球投げました。ストライク。投球これから2球目。危ない球。第3球はインコース引っ張った。ファーストライナー。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。第1球投げました。ボール。第2球投げました。打ったいい当たりだ。入るか入るか。ダイレクトフェンスに当たった。ボールは中継。ジャイアンツようやく1点を返しました。亀井タイムリーツーベース。ジャイアンツなおもチャンスが続きます。ジャイアンツやりました。ここから反撃が始まります。藤浪降板。左の岩貞今日2番手としてマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げました。ストレートはもう投げました。決まってストライク。第3球を投げた。ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた。外角低め。ストレートは外れてもう次は5球目。投げた。外。空振り三振。さあリプレイです。7回までが終了しまして4対1、ジャイアンツ櫻井降板。ここでマウンドに上がったのは田中。今日3人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。初球外れても第2球投げた。打ったピッチャー田中。取った。ピッチャーから一塁送球。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは7番梅野。今日4度目のバッターボックス。投げた。外角。直球は外れてボール。投げました。ボール。投球は3球目。投げました。インサイド決まってストライク。第4球を投げました。4球目ストライク。次は5球目。投げました。低め。空振り三振。左バッターボックスには木南。今日はここまで3打数2安打1三振。1球目ストライクから見送ってボール。第3球を投げました。低めのボール引っ掛けた。セカンド前方のフライになる。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。田中3人でピシャリと抑えています。8回の表が終わって4対1です。岩貞降板。マウンド上は岩崎。今日3番手としてマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球ストライク。第2球投げた。まっすぐ空振り。タイミング合いません。第3球は得意のストレート。空振り三振。坂本3球三振。左バッターボックスは3番丸。第1球初球から打ってった。抜けた。丸ナイスバッティングです。初安打。バッターは4番岡本。今日はここまで3打数1安打。決まった。ストライク。チェンジアップに全くタイミングが合いません。投球これから2球目。ボール。第3球を投げた。インローサークルチェンジ外れてボール。さあ4球目。
空振り、タイミング合いません。第5球投げた、打ちました、ライトへ飛んだ、ライト前に出る、ヒット、ボールは中継、岡本いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました。第2球投げた、スラーブ見送ってストライク。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げた、ボール。投げました、空振り三振。バッターは6番ジャスティン、今日はここまで3打数1安打1三振。タイガース、ここは引っ張りに警戒します。第2球投げました、打ちました、これはサード真正面、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ジャイアンツ結局ランナー2人残塁、8回の裏が終わりまして4対1です。バッターは代打糸井、第1球投げました、打った、ファースト右への打球、ジャスティンボールを取る、ジャスティン一塁、ベースを踏んでアウト、打順はトップに帰って、しかも第1球見送ってストライク。第2球投げました、打った、痛烈な当たり、レフト交代、レフト取りました、これでツーアウト、ランナーありません。先ほどからセカンドの守備に入っています山本。第1球投げました、初球決まってストライク。第2球投げた、見送ってストライク。追い込んで第3球をボール。投げた、打った、ボールはライナーで左中間へ、ヒットになります、ボールが転がる、山本二塁を狙う、ランナー二塁でストップ、山本ツーベースヒットを放ちました。バッターは3番ローズ、第9投げた、ストライク。さあ次の投球、スプリットはボール。第3球を投げた、スプリット見送ってストライク。追い込んでから第4球をストレートはボール、内角高め。次は5球目、打ちました、フラフラッと上がった、ピッチャー落下点、掴んでこれで3アウトになります。二塁ランナー山本残塁に終わりました。9回の表が終わって4対1です。岩崎降板、そして最後は守護神のスアレス、今日4人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう、注目の投球です。投げた、ボール。第2球投げました、直球空振り、少し迷ったか。投球は3球目、投げました、直球決まってストライク。第4球を投げました、危ない球。次は5球目、打った、流し打ち、切れていきます、ファール。第6球を投げました、打ちました、サード右横のフライになりました、サード取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番吉川、今日はここまで3打数ノーヒット。第2球投げました、見送ってストライク。第3球は外れた、ボール。投球これから4球目、流し打ち、どうだ、大山ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。ピンチヒッターは北村、ジャイアンツ最後のバッターになるのか。投げた、打った、第2球、2球目空振り、なんとか意地を見せてほしいところです。第3球打ちました、三塁線、鋭く切れていきました、ファールです。ストライク、空振り三振、北村スイングアウトの三振、ジャイアンツ敗れました。